YouTube をご覧の皆さん、どうもブリトカーソです。さあ、夏がやってきましたということでね、まあ夏といえばそうホラゲーの季節ですね。ということで今回はやっていきたいと思います。今回のゲームは呪詛。はい、ということで呪詛をやっていきたいと思います。こいつがね、お前さ、あのマジでさ、マジで俺のことかわいそうやと思わへんの、うん、俺のことかわいそうだと思わないの。お前だからやりたくないっつってんだよこれ。俺だってやりたくないって言ってるよこのコスプレ。いやお前クラブにならんから。いやいやクラブにならないよいやないよ。いやマジクラブにならないよ。クラブにならない。俺だってホラゲーやってる。お前俺がファルコやってるのはあの人外だからね。俺普通にやって。いや俺だって人外のゲームやってるから。人外じゃないから別に。人外だから。結局なんか人みたいな形のやつがいるじゃん、出てくるじゃん。俺人じゃないからね。俺が今これやってるから人の形してるけど。俺お化けだけど。いや俺もお化けみたいなもんだから。今ここにいるの鳥だぜ。鳥だから何だっていいんだよ。俺はお化け。お前てよ。お前暗くなった時、お前あのこう分かる。暗くなった瞬間、こう何がもどこに物があるか分かる。喋んなよ鳥目野郎が。あ、じゃあ帰る。やばいやばい。お前これやらなかったら、お前これやらなかったら俺はファルコ解除するよ。俺はファルコ解除する。お前がこれやらなかったら。いいね。普通に勝手に解除するからね。別にいいじゃん。お前、減るもんないじゃん。普通に。お前これやらないでいれば、俺はファルコ解除するっていう。ただそれだけだから。それだけの、もう丸く、あの、収まる話だから。うん。もうそれ、もう本当に、もう、そういうことだからね。うん。え？どんだけファルコ解除したくないの？え、これ何？説明。ちょっと待って！これ待って。ない。なんか無影刀に似てない？そうなんです！こちらの呪詛ですね、無影塔を作っている作者の方が作っていただいた、とてもとても怖い、それはとても怖いゲームとなっております。これは何何これ何どういうこと読めよ。お前の悪いところ。お前が読めよ。お前が悪いところ。お前の悪いところ。ホラーゲームとかこういうなんか謎解きゲーやるときに、一個もメモとか、文章とか、何にも読まない。後になって俺が、ああ、この時あれだったぜって言って、やっと理解する。そういうところは情弱。だってお前が読めばいいじゃん。なんで？いや、音が怖いって、これ。何これ？あ、コイン。え、何？え、どうすればいいの？まあ、いろいろこう、タップしていけばいい。そう、タップしていけばいい。待って、やだやだやだ、生い茂っている。これタップしたくない。タップしてみたろ。いや、もう一回タップ。もう一回あ、いたね。これは何、なんて平野翔え、平野翔。平野だけね。相当前から空き家のようだ。いやだ、ピーってなってる。見てる。どこ。あそこ。カーテンのところ。やだ。これ？タップしてみたら。消えた。消えた？はい。どうすればいいの？これ。あ、そこやってみ。大丈夫これ。あ、やってみ。あ？開けて。開けるのこれ？うん。開けて。ああ、なるほどね。なんか見えるよ。見て。なんか見えるね。どうしたら？いける？閉じる？閉じてみる？何これ？入られへんやん。もう一回覗いて。もうやめてよ。もういいから。もう一回だけ覗いて。え？もう一回ポスト覗いて。もう一回？うん。ちょっと待って。どうでしょう。3、2、1。お前。お前相当薄めだったよ。うんじゃないよ。はい、お、カラスの、お、カラスの鳴き殻から鍵が。やばい、汗かいてきた。じゃあその鍵を、あそこの鍵であれやってみ、やれ。そう。どれ使うの？ここ？そう。使う。はい。はいはいはい。やめたいな。さあ、中いるやつ、ゴー！さあ、ここは玄関。23時35分。もうやりたくない！にゃ。俺が今鼻ほじってるのもこれ見えないんだけど。
どういう顔しちゃって俺。お電気ついた。あ、電気通ってんじゃん。チャイム壊れてるくせ。写真だ写真。小さいおじさん。え、なんかこの子。君の悪いおばあさん。なになになに。あ、これ割れんじゃない。これ割れんじゃない。怖い。いやだマジでやりたくない。おーい俺も羊かかってきたからだ。前にこれ、あれじゃない、目じゃない、これ目。好きあり。今の効果、え。お前マジで、お前マジでやんなよ。ちゃんとやれよマジで。は？マジでちゃんとやれよ。今あの画面パパパって変わったからね。そういうのちゃんと見てやれよ。お前マジでふざけんなよお前。なんで怒られた。赤い布じゃなかった。え、懐中電灯だ。あ、懐中電灯じゃん。電池切れだって。でも待て、ピーンで鳴ってる時は何かいるよね。何があった、何が出た。何も出てない。でもピーンで鳴ってんだよ。ピーンってほらコイン取ったらコイン。フィーンってなってる。何フィーンこれ。あー、スーパー。じゃあ、なんかいろいろ触っていこう。あ、フィーン収まった。あ、フィーン収まった。あ、じゃあフィーンだ。ちょ、何これ、本当に。電気消してなんか分かりますか？もう一回つけて。え？もう一回つけて。ちょ、やめて。なんかさ、うっ。上に行きました。上に行ったね。ほっほっあ、なんか落ちてきた。これ猫のぬいぐるみの頭ですね。おお。2階に誰かいる。2階に行きましょう。子供部屋ですね。まあ子供部屋。お、電気つけました。なんかさ、こう電気をつけたり消したりつけたり消したりつけたり消したりって言ってるとさ、なんか怒るからさ、つけたり消したり、つけたり消したり、もうとりあえず一回連打してみない。え、怖い。何この顔。なるほどね。え、なんかいたおわっ。おい、もうママヤシのヤシ。違う、ママキシ。ママキシ。ママ嫌い。あ、ママ嫌いだ。ママ嫌い、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 ママ嫌い。わかったよ。ママ嫌い。相当厳しかったんだろうね。ママになんかされたな。ママが相当厳しかったんだろう。あ、いるどうか。外からこうやってやってたらスパイダーマンや。相関された。おお。だからこの子供部屋ではもうあの見るもんねえよって。あ、ハエがたかってる。あそこ汚ねえんじゃねえ。なんでここに入っちゃったのよ。なんかいろんな写真とか絵があります、ね。もうやりたくない、本当に。バラだバラ。あれ本当に割れんじゃないこれ。あ。あ、悲しい。どうした悲しい。ほら。なんだ。あ、なんか置いてる。もう、どうやって出てきたのよ。置き手紙。あの娘は変わってしまった。私の知ってる娘ではない。どこへ行ってしまったの？本当のあの娘は。あの子だ。あ、ヒュージ。これさ、拒否したら多分出てくるよ。応答してみたら。応答して、ちゃんと最後まで。そう、最後まで聞く。上にもいろいろあるから。あ、なるほどね。そう、探せ。え、なんか家取れたんだけど。イエーイ。お前家を取ってイエーイなんていうやつマジでもう。またシャワーの。あ、違う。無理だこれ。俺これ分かった。やばい、もうジャブジャブ聞こえるよ。これ分かった。え、これルームツアーしてんじゃないの。ルーム見せびやか。お前これ開ける？開けな。開けろ。はい、誰もいない。いないんだけど。もう無理、髪の毛でもいるな。ってことは？閉じたらもう一回音鳴ったりする？いいんじゃない？おい！何今の？もう。あ、来ない。これなんか溜まってるよ。抜いた。え、すごい。髪の毛がいっぱい。長い髪の毛がびっしりこびりついている。え、水は出ない。スタジオ怪奇現象。
え、ドッキリ？いや、やってないやってない。え？いや、やんないやんない。ちゃんとやってますよ。あ、無理だ。ちょっと待てよ。負けないで、もう少し。うん、マジで、お前も鳥やし、鳥肌もえぐいから。はい。お前さ、笑ってんだ！やれよ！え、なんか今日厳しいない？なんか厳しい理由わかるよな。前回やらせすぎた青に。それ違うな。それ違うな。俺別にそういうことじゃないんだよな。まあそれもあるけど。酸性洗剤だって。あ、てか洗剤、強力洗剤で髪のぬめりを取るんじゃない？そんなのお前、強力洗剤取れるわけねえだろお前。なめんなよマジで。髪の毛、人間の。どうだ。お、電池だ。これで暗いところにもいけるよ。まあ、そう思った俺も。待て。こんにちは。あ、閉まってるなぜか。あ、あ、これやばいんじゃない？これ来るよ、来るよ、来るよ。やだやだやだ。玄関に戻された。強制送還。お、この家の間取りをメモしたらしい。メモ落としたらギャンって出ないでね。それはないな。懐中電灯必要なくね？いや、懐中電灯を合成しよう。これ？うん。OK。え、なんか入るじゃんだけど。そうだよ、懐中電灯持ってるから。おお！一番お前が怖い。あ、ハサミ？あ、光ってる。こちらですね、修正版、改造版ね。脱出できた、脱出できた。この部屋から出れますね。よかった、よかったくない、別に。あそこにいてもよかった。そうかな。お、あ、あれ取ろ、どれどれ取ろ、あれあれ、あの緑のやつ、これこれ、そうそうそう、はい、色付きのシート、これ取れましたね。ありがとうね。はい、ありがとう、はい、閉じていい、閉じていいよ。ありがとう、ありがとう。ちょっと待って、なんかすごい、ちょっと待って、え、なに、あ、おばあちゃんじゃない？おばあちゃんだ。怖い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 。3、2、1。もう一回ベタベタ。びっくりした。あ？お前トリッピーちゃうで、お前。ハルコや。トリッピー緑だしな。電気つけてもいい？いいよ。え、いい？いいよ。電球が割れたって。お前が叫ぶから。お前のあの叫び声で電球割れたって。キモい、このゲーム。あのさ、うん、アイテム開いて、アイテム。お前、眠そうになるんだよ。違う、酸素。家を分解。え、分解？分解してみよう。ほら、後ろになんかあるじゃん。え、ほんまや。これと、うん、あれを融合しようか。そうすると、何これ。そうすると、あ、これあれじゃない、クロスワード。やったことない、俺もない。謎を解きます。1、2、1、12、4。分かんない、これ略。あ、いた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 、ナイス、オッケー。何かのピース、何かのピース。みんなは分かったかな。お前もアホやん、解けへんかったし。いつもなんか俺をアホ呼ばわりしてよ、お前。右に、右見て、あ、で、下、右、あれ、あの、あれ、これこれ、これ何、お、なんだこれ。このさ、ギャーギャー言わないでよ、うるせえ。お、え、スライド式の絵合わせ。お、赤いピースが必要ってこと？あの豚をつけれってこと？写真を撮る。あ、あ、そういうこと？あ、豚を撮れたって。これを、あ、これね。いや、むずすぎだろこれ。
よっしゃ、これでピースを噛めるんだよね、ラスト一番、うん、一番ピースをこれ、これ、うん、これを、これをはめる、うん、ほいたよ、よっしゃ、大変やったな。祖母が亡くなった、たくさんぬいぐるみを娘にプレゼントしてくれた祖母に娘は涙一つ見せない。祖母は娘にひどく怯えていた。恐怖の眼差しを向けていた。鉄のバールがなぜ屋根から落ちてきたのかわからない。え、怖い。調べ、あ、そっか、調べて、え、こんなやったっけ。よ、鏡が外れそうだ。鏡が外れそうだ。外れそう。は、外しちゃえば。何で？わかんない。こうやって。外れ。あ、おい！青い電球。何これ？これ、これさ、あれじゃない？子供の部屋でさ、電球割れたからさ。あ、つければいいんじゃない？それ。うわ、なんかすごい赤いが鮮明やね。赤いが鮮明？青電球、青電球。これで使おう。あれを。青電球。はい。OK。スリー、ツー。あ、そうそうそう。ワン。バーッ！猫や！猫の猫ピー、え？え？何？ピえ？何この押し入れは何もないんだ。これさ、ハサミさ、あのぬいぐるみに使ってみよう。え？行け！お、ほんまや。パール。パール！結びついた。落っこちてきたパール。だからさっきの伏線を回収したから、パールを今度は何かに使う。わなきゃいけない。え、パールどこ？パールはない。全部外してた。あー、ここにはめるんや。何を？パール。パール使ってみたらじゃあ。十分。お、わ！そう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 、よくできました。ぶっ壊すんだ。え、何、何これ。お、お、お、あ、お、これあれじゃない。あ、だよね、だよね、そういうことか。はいはいはい。全消し、全消し。あー、なるほどね。これいけるかこれ。いけんね、これは本当いける。これいや、何回かやってたらこれはこんな終わるっしょ。あー、甘いな。終わるって、こんなすぐ多分いけるか。ほらほらほら、もう近づいてきて。お、あ、ほらほらほら、はい、あ、ほら、はい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 。ほら、これさ、ビンゴ。ビンゴやってねえんだ。おえ、ビンゴ、すごい。いや、今のすごいよ。娘を殺した。娘の部屋の押し入れの上に死体を隠した。娘は悪魔。祖母を殺したのは娘。次は私が殺される番だった。私は悪くない。わかっちゃった。3、2、1。目がすごい充血してた。え、な、意味ある、今のな、あの脅かし。おもんないんじゃん。逆に、なんかあれだね、なんかもう怖くない。怖えわ。だから、ここでしょ。おっ、おお、お札だって。違うよね、裏に続いている。え、怖い。あー、いける、や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 ばいやばいやばい。しゅ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 、懐中電灯使おう。懐中電灯使おう。やめてね。お願いお願い。穏やかに行こう。穏やかに行こう。穏やかに行こう。おい。え、なんもない。ちょっと死体隠したとか言うから死体がある。あれが死体なんじゃない？どれどれ。それそれ。大きいゴミ？うん。うわ、そうや。ってことはおばあちゃん？そこ？え？おばあちゃんそこにいるってこと？娘。え？娘がおばあちゃんを殺したの。娘がおばあちゃんを殺したの。娘がおばあちゃんを殺したの。え、そうなの。そうだよって書いてあったよ。お前何も読まないな。あ、え、ちょ、待って、ネズミだ。ネズミだ。
ありがとうございました。気にすぎ。え、なんか、ちょ、あ、消えた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 。消えた？消したんじゃないの？消してない、消してない。何も出ないでしょ。おっ？え？ソフトが落ちた？落ちてない、違う違う違う。ああ。なんで今消えたのよ！ちょ、ファルコお願い、マジで。はい、あ、はい。え、はい。この結婚、この結婚調べよう。ダメだよ、お前さ。え、言うよ。お前さ。見てる。これはち見てるけど、うん、ちょっとあまりにも、そのフラグが立ちすぎ。うん。どうするどうしたどうした、はい、はいはいはい。はい、はい、はい。じゃあ、どうぞ、どうぞ。はい、じゃあ。調べました。調べました。はい、はい。お前さ。え？やれよ。やってんのよ！お前がよ！お前やってるだけでもお前やらしろよ、お前。うん。ねえ、ネズミの死骸は？え、ネズミの死骸？ない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 、食べた、誰か食べた、食べた、食べた、食べた。ああ、止まった。止まってないよ。ほら、ほらほらほら、ネズミの死骸が消えた。次、何が起こるかな。さあ、いや、そんなね、こう背筋キュンってやってたらね、もうあれだよ。逆に、緊張しちゃって、怖くなっちゃうから、こう、リラックス。リラックスしよう、リラックス。リラックス。やばい、怖い、怖い、怖い。無理、無理。リラックスしよう。おお、これ、あれじゃない？びっくりした、ちまで。びっくりした。猫のぬいぐるみだから、頭をつけるんだよ。はい。うん。はい、あ、ん？頭合成だ。合致しよう。うん。わかった。何？合致しよう。今。うん、今。今ね。うん。これ？あ、それ。これ？お前さ、目開けろよ。目開けろよ、ほら。よし。よし。はい。はい。じゃあ何やる？はい。さあ、ここからどうする？懐中電灯？いや、いや、そのまま。じゃあ、ぬいぐるみ？ぬいぐるみと懐中電灯にしよう。ぬいぐるみと懐中電灯。そうそうそう。はいはいはい。あ、オッケーオッケー。オッケー。で、はい。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 バツバツバツ。バツを置くよ。はい、見えない。はい、返してた。はい、使う。はい、使う。はい、はい。やめてね。なんもないよ。ほら、なんもない。ゴミ箱なくなってるとか。ゴミ袋ね。あったよ、ゴミ袋。ゴミ箱なくなってるとかじゃない。ゴミ袋ね。これもう一回猫のぬいぐるみ。あれをさ、うん、暗いけど使用しようぜ。あ、使用しよう。うん。さっきあった場所に。おいけるんちゃう？ねえ、ダメだよ。見てる、見てる。見てないよ、お前。お、手だ。あー、引っかかられた？おい、死んだ。なんて言った今。え、引っかかれた。いや、こうやって、なんて言った。じゃあらん。これ娘じゃない。クリアです。全然いけた。OK、 シクリア。一回座って、一回座って、一回座って。無理無理無理。せいぜいせいぜい。48% だね。うん、舐めてるのかな、これ。これ舐めてる。舐めてるの、これ。48%、お前半分も満たしてないよ、お前。イベント達成率。舐めてんな、お前。しっかりやれよ、お前。マジで。ということで始まりました、呪詛でございます。はい、ということでこの呪詛というゲームはですね、とっても怖いゲームです。この呪詛をやっていただくのはドゥルル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 。まあ、さっき見たやつは、全然怖くありませんよと。はい。おん。あ、今のところ別に怖くない。別にほら。
俺の仲間、俺の仲間空から落ちてきた。俺の仲間、お前恋飛んだよ。お前同族嫌悪出てるよ。A のやつ、え、靴箱に入ってる A のやつ、そう、ね、これそう、それでも課金はもう2回目はせん、さすがに。どこに課金してるのってなるし。 JK 解くわ。よし、時間かかった今回は。じゃあ分かんないもうこれも。はいはい、分かんないこれ、はい、言っても、はい、調べた結果ここで発表があります、はい、あ、言ってももうクリアしようもん。はい、何が正解ルートなのこれ。 100% 早くしても、この先何もすることありません。読み込み中です、しばらくお待ちください。何もすることはありません。どういうこと、うん、いけんじゃんこっち。まあ言ってもいいんだけど、お前がさっきクリアした 48% があれがもう 100% みたいな感じ。え、どういうこと。だからお前がクリアしたじゃん 48% で、うん、もう それでもうクリア、もうやることないじゃない。じゃあなんでこれ今やってんの。うん、時間の無駄。